皆さんこんばんは。バイオリニストの木島麻友です。今日は皆さんに私が今までどのように音楽やバイオリンと向かい合ってきたかを少しお話ししたいと思います。私は3歳の時にバイオリンを始めました。最初に手に取った楽器は私がさっき弾いた楽器の16分の1という本当に小さい、おもちゃよりも小さい楽器でした。私は本当に友達と外で遊ぶよりもテレビを見るよりもバイオリンを弾くことが大好きで、物心がついた時からバイオリニストになりたい、いやなれないはずがないという自信がなぜかありました。小さい頃からとても難しい曲を弾いていたわけでもなく、私は本当に不器用な子供でした。でも本当に私がこれをやりたい、これを絶対投げ出してはいけないという気持ちがその自信につながっていたんだと思います。そして私は今までの音楽人生の中で出会う 人に恵まれていたと思います。私が初めに手ほどきを受けた林泉先生、3歳の時に出会いました。こんなに小さい子供を教えたことがないし、手ほどきもしたことがない、でもやれるだけやってみましょうと言ってくださって、私の音楽人生の扉を開けてくださいました。それだけではなくて、私をバイオリンという楽器に夢中にしてくださったのも先生のおかげです。でも私はバイオリンは好きでしたが、練習は本当に大嫌いでした。もう練習をしないで上手くなる方法はないものかと考える時間がとても多かったです。毎日毎日楽しいだけではない練習を、毎日これからどうやってやっていくんだろうと、いつも考えた結果、いつもたどり着く答えは、練習なしでは上手くなるものなんてないんです。でも私は人が6時間練習するところを3時間、人の何十倍も集中して楽器と向き合って、他の3時間を私が綺麗だと感じるもの、例えば好きな景色や綺麗な色とか、本当に自分が綺麗素敵だと感じるものをいっぱい見てきました。それが私の今の音楽へのアイディアとかインスピレーションにつながっているんだと思います。小学校の高学年ぐらいから私は海外で音楽を勉強したいと思うようになりました。それは高学年の時に夏休みの期間を使っていったヨーロッパやアメリカでのサマースクールでの経験からです。大自然の中で本当にのびのびと自由に楽しく勉強をしている姿を見て、私もこういう場所で音楽を学びたい、こういうところに身を置いて生活してみたいという気持ちが大きくなりました。でも最初は親にはとても反対され、早すぎると、そして義務教育を日本で終えてから行った方がいいという意見でした。そうして親に懇願して渡ったドイツ、その時に出会ったザハール・ブルン先生の出会いもあって、私は急に留学することになりました。あまりにもバタバタとしてしまったので、住む場所もこれからどういうところに行くのかも、どんな学校なのかも何もわからないまま、そしてドイツ語も全く話せませんでした。本当にバイオリンさえあればどうにかなるという気持ちだけで、母と二人きりでドイツへ渡りました。そして渡ったドイツで現地に行ってみれば、本当にたくさんの温かい人に囲まれて、本当に助けていただいて、毎日言葉がしゃべれなくても学校に行くことが苦になることもなく、ここにやっと来れたという本当に楽しくて嬉しい気持ちの方が大きくて、そういう気持ちで毎日過ごすことができました。音楽という力が私に音楽なしでは絶対にやってのけられなかったこととか、苦しいと思ってしまったであろうこと、それをもっと大きな希望やもっと前に進む力、楽しめる力に変えてくれたんです。そして私はドイツに渡って本当にいろんな国に行きました。アメリカ、ヨーロッパ、イタリア、ドイツ、フランスなど、イスラエルにも行きました。バイオリンという楽器が私を世界中に連れてってくれます。
よくインタビューで聞かれるのですが、今まで大変だったこと、苦労したことは何ですかとよく聞かれます。私は今までの人生の中で苦労した、努力をしたという感覚がありません。今まで一番したかったこと、一番の喜びに人生をかけるということは当たり前のことだと思ってきましたし、それをさせてもらえる環境にいるということを一番感謝しています。そして今までの私の人生を一番の大きな力になってくれた両親、その存在は私の音楽の今の 80% を占めていると言っても過言ではありません。私は一つのことを信じ続ければ、そしてそれに全身全霊で向かい合えば、叶わない夢はないと思ってきました。これからの日本の未来を担う子どもたちの皆さんに伝えたいことがあります。自分の夢や希望は絶対にぶれることはなく、自分の中でしっかりと思い描いて、それが現実になるまで全身全霊で突き進んでください。そうすれば、その時に起こり得る苦しいことや辛いこと、それをすべて自分をもっと前へ前へと突き進む力や、大きな喜びに変えてくれる力に変わっているはずです。これから自分のできないことはないと、不可能なことはないと信じて、力強く生きていってほしいと思います。ありがとうございました。